チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。重版御礼番組としてお届けできるのをありがたく思うのでございますけれども、本日も蔵山塾関西支部の匿名希望さんのリクエストで、本日は今谷明先生にお話を伺うことになりました。今谷先生、よろしくお願いいたします。ということで、次に準摂生ということについて、これほとんどの人聞き慣れない、摂生と関白の違いを説明するのにふさわしい話だと思いますので、ぜひこれも解説お願いいたします。準摂生は天皇がご病気の時に置かれる職でありまして、ですから養亭とは関係ないんです。そういう意味で準摂生というらしいんですが、だから摂関以外に内乱一の神準摂生と3つ出てまいりますので、合わせて執政五式なんですが、つまりこの五式でもって天皇がいかような状態であられる時でも太政官政治が回っていくという仕組みがここで完成するんですね。そういう意味で権力と権威が分離して制度として確立したというメルクもあるんじゃないかと思われます。藤原良房が、まあ、事実上摂政になってから100年ぐらいかって執政五式が出揃って、で桓武天皇、嵯峨天皇から数えると大体150年以上かけて、他の国と同じような独裁的な天皇から立憲君主的な象徴天皇制になり、それを支える制度ができていったという理解でよろしいですね。はい、でそこでご質問なんですけれども、最初の準摂政は藤原実頼という関白ですよね。はい、関白が準摂政になるっていうことは、あの関白と摂政そのものが全然違うっていうこと。そうです。摂政はあくまで養亭子供の天皇の代行で、儀式もすでに全て天皇通りに行うんですが、関白は一の神や内乱あたりから政治の要領を聞き取って、それを天皇に取り継ぐというか、そうするそういう役割で、両者は全然別のものです。それを制度として確定したと。ですから摂関政治というのは、いくつかの段階を経て固まって王権の代行補佐というのができた。それによって天皇というのは全く権力からは分離したんですが、しかし一方で権威的な存在としては非常に重要な地位として残っております。はい、そこでですね、まあ、教科書だと幼い天皇の時に摂政がなって、で成人したら関白になるみたいな、同じものが名前変わるみたいな話になってますよ。全然違うものだと。より子細に見ていくと、時代によっても役回りが微妙に変わってきて、その微妙な変わり方によって時代に合わせてやってきたと。はい、ここがまあ皇室の知恵で、じゃあその結果天皇というのは、これだと実質的な権力は藤原氏が握っていて、天皇はただの傀儡ではないかというふうに見えるんですけど、そうではないという話ですよね。はい、結局天皇は時間空間の抽象的支配者であるというふうに現在の歴史家では言われておりますが、時間の支配者というのは戒厳の権限、それ年号を変える権限、それから空間の抽象的支配者というのは日本国を地方中央を含めて支配するという、でこれの裏付けになったのは地図ですが、そういう地図も天皇の手元に置かれて、三種の神器のに準ずるような形で引き継がれてまいります。で天皇の地位を特別なものにしなくちゃいかんというのは、もう藤原北家というか摂関系の連中はよく分かっておりまして、具体的にどうしたかと言いますと、まず如在の儀と言いまして、天皇は亡くなられた時に、まあ、平安初期以前は何々天皇という送り名をつけていたんですが、平安中期頃から天皇生きておられるがごとくにして上位を済ませた後で天皇に亡くなってもらうという制度、つまりあの瞬間的にしばらく不死の天皇、死なない天皇ということになって、だからただの人になって亡くなられるから送り名は何々という、で天皇という称号はもう消えてしまいます。これが9世紀の中頃以降ですね、村上天皇以降と言われてるんですが、如在の儀ということで天皇は生前亡くなられても一旦生きておられるようにして、次の天皇に上位されてから何々という、つまり天皇という称号は消えてしまいます。それが江戸の中期まで続くんですね。これが一つ。それから日食とか月食とかいうような天文現象が、それが天皇に触れるとまがまがしい光ですから、天皇だけにはこれを浴びさせてはいけないということで、御所とか代理をむしろで覆うようになります。これも権威の絶対化の一つです。天皇は特別な人であると。それから天皇が社参、つまり神社に参拝される時どうしたかと言いますと、あの鳥の手前でテントを張って、そこでその摂政か母校が天皇抱き替えで待ってる。で天皇は絶対鳥の下くぐらないですね。勅使が派遣されて神前でその祝詞を読み上げると。
こういうふうに鳥をくぐらない天皇と、つまり神様でも天皇の方が偉いですから鳥はくぐってはいけないという建前な天皇の絶対化の表れであろうかと思います。それからもう一つ重要なんですが、藤原氏が天皇の地位を絶対化 しようとした背景の一つに日本技公園というものの主催があります。日本技公園というのは日本初期の研究会のことでして、それを数十年に1回ぐらい開いて公家たちに天皇はアマテラス御神の子孫で絶対的な存在であるということを叩き込むんですね。それが記録がもう上映天行の乱あたりから残っております。でこういうふうに天皇が特別な存在である、でそれを臣下はよくわきまえておかなきゃいけないということは藤原氏が一番よく知っていた。そこが重要なんですね。なんか全冠礼具とか執政五式が出てきて天皇の地位がないがしろにされたように一見見えますが、実はそうじゃなくて権威的な存在として絶対化していったと、非常に重要な現象で、これも平安時代の中頃に以後はそれが行われていたということになります。はい、まあ、天皇は摂関政治で傀儡になったというような描き方は全くの嘘だということは今のお話で分かったと思うんですが、そこで2つお聞きしたいんですけれども、上皇陛下のご上位の時に生前退位という言葉が出てきて、一部の人から死後退位があるのかって言われましたよ。その時に私この五一条天皇の例を出したんですけれども、結局実は上位が間に合わなくて死んだ後上位されてるわけですよね。そうです。つまり不死の天皇というのが出てくるんです。天皇が亡くなられても一旦生きておられるがごとくにして上位を済まされた後で亡くなってもらうと、それが建前になりますから、送り名も天皇とせずに何々院という称号になって、天皇という称号はもう消えてしまいます。江戸の中期まで。それは実は天皇の地位の絶対化の一つの制度なんです。まあ、このあたり平安朝は神道と仏教が複雑に絡み合って共存していたからという理解でよろしいですか？そうですね。神仏習合は確かにずっとこの頃バックボーンにあるんですが、仏教的な要素はあまりこの天皇制度には入っていないんですね。まあ、出家の話とかですかね。そうですね、出家の問題が、うんっていうのを取り込んだりとかのぐらいのつもりだったので、かなり難しい話ですので、まあそれやりだすと別の話になりますのであれですと。で、もう一つのところで、日本技公園ってこれ日本書紀を子どもの頃から藤原氏が貴族たちは叩き込まれているっていう。子どもではないですね。大人になってくる。だいたい参議あるいは弁官あたりの下級公家の地位について以後、そういう公家たちを集めてこの日本技の研究会というのが行われて、はい、いやこちらの本を書かせていただくときに今谷先生の有識者会議での議事録はもう徹底的に読み込ませて、まあ、この本を書くため以前にも熟読再読三読ぐらいさせていただいたんですよ。結局藤原氏っていうのはアマテラスの子孫である天皇を絶対化していて、でその時アマテラスの天の岩戸 にはそれから人気の御事についていった雨の小屋根の御事の子孫だから偉いと、結局天皇が中心にいてその一番隣にいるから偉いという建前だから絶対に取って代わるという理屈は絶対起用がないっていう理解でよろしいですか？はい、そうです。はい、だから本当外国人になんで藤原さん、まあ、ピピンの例出したんですけど、ピピンとか大毛なんかだと似たような立場だと皇帝の地位取って代わりますけど、藤原がなぜやらないかというと日本史を見ていると非常に簡単にわかるみたいな、外国史だけ見ているとわからないみたいなところを非常に今谷先生の、まあ、直接聞けて皆様お分かりいただけたのではないかなということで、最後の締めのところになると思うんです。じゃあその政治の実権を進化を主に藤原氏、まあ、その後中世で武家にも移りますけれども、今だと、まあ、選挙で選ばれた人に移っていますけれども、じゃあ結局天皇に何が残ったのかっていうお話をお聞かせいただきたいと。はい、はい、摂関政治の後院政というのが始まりまして、太政天皇が政治するという、でその院政の時代も長くなくて、鎌倉幕府以後武家が支配する時代が長く続きます。で武家というのはヨーロッパも同じですが封建制度をもとにしておりますので、封建制というのは親分子分の関係ですから、主君と従者ですね、親分子分の関係というのは横にはいくらでも広がるがるけれども縦の統合体ができないんですね。今でもそうでしょ、ヤーさんの世界に全体統括する組織がないんですよね。でヨーロッパも同じでして、でヨーロッパはそれをどう切り抜けたかといいますと、ローマ帝国の理念ということで切り抜けてるんですね。例えば神聖ローマ帝国とか800年のカール大帝とか、
で日本の場合は結局律令制度とその形骸化した天皇の権威、それがないと国はまとまらない。だから頼朝以下、高氏もそうですけども、家康もよく知っておりまして、武家は決して天皇の地位に手を出さない、それに手を出すと大混乱が起こるということはよく承知しておったと思うんですね。でそういう点でヨーロッパと日本の中世は共通しているということが言えるかと思います。ではそういった天皇に最後何が残ったのかというお話を改めて、はい、聞く、まあ、時間と空間の抽象的支配者という面が残るんですが、その時間の支配は年号の改元、天皇の代替わりごとに年号が変わるという、これに表れていると思うんですね。それから永天の授与権というのが現在でも天皇が建前上行うことになってご存知の通りであります、うん、それは平安時代以来引き継いできたもので、天皇の権威の名残と見ることができる。以上でよろしいでしょうか。はい、壮大のお話で桓武天皇から始まって現在の象徴天皇制までに行きましたけれども、まあ改元の話はまあいろいろありましたけれども、未だに元号というのは残っていて形式上天皇の体験でございますし、で日本国憲法は三権の長の任命者を天皇にしているわけなんですよね。で最高権力者の総理大臣は太政大臣とか征夷大将軍とかいろいろ名前は変わりましたけれど、総理大臣とか今変わりましたけれども、まあ、天皇陛下にあるということで、むしろ今の象徴天皇制、立憲君主制というのは日本の歴史伝統にかなったものであるというお話でよろしいでしょうか。はい、その通りです。ということで、まあ、結論から言うと天皇不失制が日本の歴史の伝統なんだけれども、ものすごいもう長い時間をかけて知恵が組み込まれ、もう今日は平安時代150年間だけかけて説明しましたけれども、それだけでもこれだけ深いお話があるということをお聞きできたということで、今谷先生またお願いできればと思いますので、もう私のわがままにお付き合いいただきましてありがとうございました。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですか。チャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。